嫌な感じがします、マスター。嫌な感じ？あっちからします。行ってみましょう。こういう感じは放っておいちゃダメなのです。レイちゃんを一人で行かせるわけにはいかないわ。行くわよ。おめえどうしてくれんだよ。てめえがドジ踏んだせいで狩りは失敗、大赤字なんだよ。どうやって責任取るんだ。ごめん。でもみんなが先に死んじゃって俺だけじゃ。なんだよ、俺たちのせいかよ。そういうわけでは。ムカつくやつだな、てめえは。そうだ、脱げよ、ここで。全裸&変顔の写真撮ってやるよ。なーに、所詮アバターだろ、恥ずかしくないってなあ。ここで全裸になったら、あっという間に GGO1 の有名人だ。弁償できないなら、せめて俺たちを楽しませろよ。うわ、最悪。完全にいじめじゃない。いけないことです。注意してきます。待って、あの手の連中と関わるのは危険よ。まずは運営に連絡した方がいいわ。そうです。さすが私のマスターです。あんたはお人よしすぎなの。
大して強くもないのに自分より大人数を相手にする気？クレハ君の言う通りだ。正義、いや自分の主張を通すには力が必要だよ。いつきさん、まあここは僕に任せておいてよ。いや君、久しぶりだね。俺ですか？あなたはいつきさん、トップランカーの？そうだよ、君の友達のいつきさ、親友って呼んでくれてもいいよ。ああ、いつきさんよ。こいつは今、俺たちと話をしているんだよ。ああ、悪いね。じゃあ、彼を借りていくよ。おい！喧嘩売ってんのか、てめえは！ああ、いくらでも買うよ。だけど、つまらない戦いはごめんだね。僕に無駄玉を使わせたりなんかしたら、殺しちゃうよ。なんてね。あったよ。さっさとそいつを連れて行けよ。ありがとう。それじゃあ君、ついておいで。ありがとうございました。見ず知らずの俺を助けてくれて。お礼を言われるようなことはしていないよ。数日ログアウトしてから戻ってきてごらん。害虫どもは駆除しておくから。すみません、本当にありがとうございます。駆除ってどうするんですか？さっきの会話は撮影アイテムで録画済みさ。運営に通報すれば厳重注意、余罪が出ればアカウント削除もあり得る。そういうわけでパイソン君、あとは頼んだよ。かしこまりました。速やかに処理しておきます。ありがとうございます、いつき。
僕が好きでやったことさ。君たちが礼を言うことではないよ。それより、君たち時間はあるかい？よかったら、僕のホームに遊びに来ないか？よかった。じゃあ、僕についてきてくれ。ようこそ。ここが僕のホームさ。お帰りなさい、いつきさん。お客さんですか、いつきさん。お茶、用意しましょうか。ありがとう。僕の友達だから、もてなしは自分でやるよ。君たちは、奥のテーブルへどうぞ。荒っぽい連中ばかりで驚いたかい？君の言う通りだよ。腕はかなりいいけど、性格は何ありなのが多いかな。あんたはまだ知らないだろうけど、いつきさんのスコードロンアルファルドは有名なんだよ。集団戦なら GGO でもベスト5に入る強さで、トッププレイヤーでなければ加入できないって話もあるくらいよ。我々のスコードロンにそういったルールはありませんよ。全てはリーダーの五木さん次第ですから。申し遅れました。私はパイソンと申します。以後お見知りおきを。彼はアルファルドの実質的なまとめ役さ。僕は大抵フラフラ遊んでいるからね。ご冗談を。みんな五木さんを慕ってきたものばかりです。どうせ遊ばれるなら彼らの相手もしてやってほしいのですが。そうなんですか。五木さんって強いし頭もいいし、
人望があるのも納得ですね。クレハさん、あなたは人を見る目がありますね。全くその通りです。人望ね、なんかうさんくさいな。僕はみんなの夢や話を聞いてあげただけなんだけど。みんなに認められたい、かっこよくなりたい、銃を撃ちたい、戦場を味わってみたい。何より強くなりたい、強者として頂点に立ちたいとかね。不思議だね。仮想空間だから実現できるとでも思っているのかな。おかしいですか？こういうのって普通だと思いますけど。普通か。その定義が何なのかによるけど、VRMMORPG のプレイヤーの多くがそうなんだから。うん。ジジオーにおいて、それらの願望は普通と言えるだろうね。そうですよ。他にも銃を使ってみたかったり、友達欲しいとか理由はいろいろあるんでしょうけど。なるほどね。つまり誰もが何かしら求めるものがあってきているというわけだ。この広大で無限の可能性を秘めた GGO へ、なんてね。我ながらかなり青臭いな。ちなみに君たちが GGO に来た理由は？私はもともとゲームが好きで、ガンゲーにも興味があったから。もちろんやるからにはトップを目指しますけど。大した理由はない。退屈を紛らわせるためさ。君はどうなんだい？私が誘ったから来たんだものね。特に理由はないんじゃない？君たちはリアルでの知り合いなのか。じゃあ GGO を続けているのはただの付き合い？じゃあ君が GGO を続ける理由が見つかったら教えてほしいな。君はもしかすると普通ではない答えを見出すかもしれない。いや、どんな答えでもその人が考えたものだ。どれほど凡庸なものでも価値がないとは言わないけどね。そうだ、君が答えを出す過程も見てみたいな。よかったらうちのスコードロンに入らないかい？これは僕の勘だけど、君は将来何かとんでもないことを成し遂げそうな予感がするんだよね。まあ、あくまで勘なんだけど。だから、どうかな。もちろん、クレハ君も一緒に来てくれて構わない。
伊月さん、初心者のスコードロン入りというのはいかがでしょう。他のメンバーの士気に関わります。高レベルプレイヤーしか加入できないなんて規則を僕は作った覚えがないんだけど。どうしますか、マスター。了解。無理強いをする気はないよ。けどさ、君の友達になるのは構わないだろう。なら決まりだ。僕が君のパーティーに入るよ。そうと決まれば、早速フレンド登録をしよう。待ってください。伊月さんが初心者のパーティーに入るなんて、仲間たちは納得しませんよ。それをうまくまとめるのが、パイソン君の役割だろう。スコードロンの運営は任せた。僕はしばらくこの人たちと遊ぶよ。よろしくお願いします、いつき。嘘でしょ。外に出るときは絶対に声をかけてくれよ。久しぶりに退屈を忘れられそう。
今日の買い物はあとこの2つを買えば OK ね。クレハ、この商品は向こうの通りのショップに行かないと買えないのです。ああ、そうだったわ。こっちのアイテムは…レイちゃん、そっちのアイテムの買い出しはお願いしてもいい？こっちは私たちで買っておくから。了解なのです。じゃあ行きましょうか。この辺だったかしら。あ、もう一つ先の道だったわ。さあ、今度あんたの家の近くに行くんだ。あ、家ってリアルの話よ。ちょっとあの辺に用事があってね。ねえ、もしあんたが暇だったらでいいんだけどさ、今度現実世界で会わない？こっちでは頻繁に会ってるけど、あっちでは最近全然会ってないでしょ。だから、クレハー、マスター、お店の前に奇妙な機械を発見したのです。撮影してきたので見てほしいのです。奇妙な機械？どれどれ？これなのです。これは…カプセルトイね。懐かしいわね。昔はこういうのをいろんなお店に置かれてたわ。そうなのですか？そうそう。そういえば、あんたと昔一緒にこういうので遊んだことあったわよね。私も今思い出したくらいだもの。忘れてたとしても仕方ないわ。クレハとマスターの昔の話なのですか？ええ、そうよ。幼馴染だからね。家も近くて昔はよく一緒に遊んだわ。それで二人でよくこういうカプセルトイを買って中身を集めてたの。普段は運のいい方なのに、カプセルトイだけは変な雑魚キャラっぽいのしか出てこなくて。泣きべそ書いてたこともあったよね。楽しそうなのです。それでどうなったのですか？仕方ないから、私が取ったやつを交換してあげてたのよ。鼻水垂らしながら喜んでたわよね。お二人の小さな頃は仲がとっても良さそうなのです。そうかな。
そういうお話を聞かせてほしいのです。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ほら、さっさと行くわよ。クレハ？さて、買い物も無事終わったことだし、今日はそろそろログアウトしましょう。マスター、クレハ、最後に質問をしてもいいですか？さっきの話ですが。そうなのです。だからもう忘れたって。はい、でも一つだけどうしても聞かせてほしいのです。二人は昔はずっと一緒にいたのですよね。そんなにずっとってわけでもないけど。それなのにどうして離れてしまったのですか。確かこの GGO で久々。ああ、そういうこと。もしかして喧嘩をしていたんですか。そうじゃないわ。ええ、そうね。引っ越した原因はいくつもあって。親の仕事の都合とか、借りてた家の事情とか、あと、お姉ちゃんの学校のこととか、ね。クレハの、お姉さんですか？ええ、うちのお姉ちゃんすごく頭が良くてね。学業を優先するためっていうのも理由の一つだったの。あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でもそう思ってる。でも、知らないところに行くのは不安だったし、友達と離れちゃうのは、やっぱり悲しかった。お姉ちゃんのせいじゃないって頭では分かってるんだけどね。クレハは今でも悲しいのですか？まさか。それよりもさ、
買い物も終わったことだし、カプセルトイをプレイしてみない？え、ログアウトはいいのですか？気が変わったの。ちょっと気分転換したくなったのよ。あんたも付き合って。いいでしょ？説明するよ。それでね。わかったかな？
説明するよ。ちゃんと聞いてね。ごきげんよう。以上となります。お疲れ様でした。説明します。よーし。説明するわ。
にちは。あら。それでね。まずはじめにね。大丈夫そう？調子はどうだ？何かあったら言えよ。説明するぞ。調子はどうだ？面白いものが山ほどあるな。確認してくれ。
よかったじゃねえか。いつでも鑑定してやる。
説明するわね。しっかり聞いてて。たら言って、他にもいろいろあるわよ。他にもいろいろあるわよ。他にもいろいろあるわよ。ワクワクです。